あっこです。今日もスナックあっこの部屋にお越しくださいましてありがとうございます。さあ今日のテーマなんですけれども、お掃除ロボットを導入しましたということで、こちらじゃーん、ウーフィースマートダイナミック、このお掃除ロボットのねレビューと使った感想をね、あ、レビューと感想一緒か、メリットデメリットなんかをお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは人生をよりよく生きていくためのコツや先人たちの知恵などお届けしております。まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、今のうちにポチッとお願いします。はい、でサクサク話していきましょう。まずですね、ロボット掃除機買ってよかったかどうなのかっていうね、結論から先に申し上げます。結論としましては、買ってよかったです。わー、まあ、うちあの夫婦2人で子供はいないんですけれどもね、旦那さんがね、床に物を散らかす癖があるんですよ。賛同していただける方いらっしゃいますか？床に物をね、置きたくないんです、私。とにかく、もう全部宙に浮かせておきたいんですけれども、やれ、靴下脱いだやつとかね、リモコンだとかね、カバンとか、もうありとあらゆるものを床に散らかすんです。それを阻止したかったっていうのが、実は本当の本音なんですね。掃除をしようと思えば、うちそんなに広くないんで、まあ出してですね、普通の掃除機ですよ。普通のこうなんか胴体ついている、こうホースがついている普通の掃除機なんですけど、ビャーってやれば、そんなに時間かかんないんです。まあ、言ってもね、10分ぐらいで済むんですよ。しかも、ロボット掃除機だと、これが部屋だとしたら、この隅っこの部分って綺麗になるのってね、悩むじゃないですか。だったら自分でやった方がいいかなーなんて思ったりとか、あとこう段差があるところ、この何て言うんですかね、あの床じゃなくて床から上ちょっといったところに段差があったりするじゃないですか。そういうところの掃除はもちろんできないですよね。だから完全に手動掃除がなくなるわけじゃないんですよ。でも欲しかったのは、その床に物を置かないっていうしつけをしたかったっていうことですね。はい、ということで買ったことによってですね、まあ見事床に物を置かなくなったんですね。いやもうほんとすっきりですよ。あちこち散らかしていたら、もうウーフィーにね、もうわーって持ってかれちゃうんで、必ずね、あの片付けていただくようになりました。これ、何気に一番いいメリットかもしれないですね。はい。で、そしてですね、このウーフィーは、そんなに高くないんですよ。私ね、ちょっと悔しいんですけど、これ買った時、2万円台後半だったんですね。で、楽天で買ったんですけれども、ただ、それから1ヶ月ぐらいしてみたら値段が落ちてたんですよ。5000円ぐらい下がってて、あともう1ヶ月ぐらい遅く買えば5000円安く買えたのにって、ものすごいね、あのショックだったんですけど、まあそれをね、覆すぐらい役に立ってくれてるんで、まあよしといたしましょう。ユーフィー、ユーフィーっていうの、私ずっとウーフィーって言ってて、もうウーフィーになっちゃってるんですけど、ユーフィーですからね。はい。ね、大体ね、この手のひらサイズわかります？わかんないか。まあ、あの、私の顔よりは大きいですよね。はい。まあ、そこそこね、でかいなっていうのが最初の印象だったんです。ピカピカ光ってるの分かりますかね？ここら辺がなんか鏡面仕上げっていうんですかね。すごくあの、ツヤっとしていて、高級な感じに見えるわけですよ。じゃあ実際のところね、この掃除機のスペックどうなのよっていうところで、実は私この掃除機しか、ロボット掃除機持ってないので、比較ができないんですけれども、ただね、この動きを見ていて気づいたことがあるんです。それは、微妙な段差のところで、このなんていうんですか、ブラシを落としていくんですよね。2万円台で買えるので、お試しだったらいいかなっていうぐらいの、あまり期待はしないで、いていただきたいなと思います。このモデルを買うならね。で、ちなみに私買ったやつはリンク貼っておくんですけれども、まあ、3万円以内でね、買える。ロボット掃除機で、ここまで、まあ、掃除してくれたら、まあ、私は十分かなと思ってます。ただですね、同じところを、あれ？さっきもここ動いてたよねみたいな。なんか、監視、私こうやって監視して、後ろからついてってんですよね。もう自分でやれよって話じゃないですか。でも、嬉しいことにですね、例えば、うちでね、家の中で、こう、仕事をしていたりとか、している時にですね、まあ、自分の、そんな広くないんで、こう、テリトリー内でウィーンってやってるわけですね。で、なんかちょっと変な動きしてるなとか、この、さっき言ったブラシをね、どっか置き忘れて、あれ、片方しかないなっていう時には、自分で行って、あ、ここに忘れてんなって言って、こう、カチッてね、つけてあげるんですよ。だから、完全に、あの、不在にしてる時にお任せできるかって言ったら、ちょっと、心配かな。なんかブラシをどっかに置き忘れたまま、片方だけでずっと掃除した気になってるかもしれないっていうね、ちょっと
手間がかかるのかななんて思ってます。で、まだ私は設定してないんですけども、これ Wi-Fi でつなぐとですね、アプリをダウンロードして、外出先でもポチってやったら勝手に掃除を始めてくれるらしいんですね。で、これをやってからレビューをしようと思ってたんですけども、なかなかね、その目を離した隙に掃除してもらうってことがないので、ずっとね、ダウンロードしてないんですよ。まあ、なので、本当にスタンダードね、箱を開けて、充電して、プチってつけたら、もう勝手に掃除始めてくれるんですよね。それだけのレビューです。この間稼働した時の映像をこう流しますね。こちらが最近購入したお掃除ロボットのユーフィーちゃんです。では、実際どんな風に動くのか撮影してみたいと思います。もう本当簡単、これを押すだけなんですよ。掃除を開始します。で、このお掃除ロボットはそう、こうやってね、壁にぶつからないで検知してくれるんですよね。掃除しちゃいけないところをね、指定したりとかできないんですよ。最低限のお掃除、例えば一人暮らしとか二人暮らしとか、部屋があんまり多くなくて広くないようなお家はいいと思います。で、うちは絨毯とかないんですね。絨毯がないんで、本当こういう床ばっかりなので、掃除できればいいやと思って買いました。なかなかね、満足度高いです。ちゃんとこう洗浄に無駄な動きしないでやってますよね。雑巾がけみたいな感じで動いてるっていうか。この映像を見てみると片方しかブラシがついてないのは分かりますか？今左側はついてるんですけど右側ないですよね。そうなるとこうやってぶつかるんですよね、思いっきり。だからこのブラシ自体がセンサーの役割をしてるので、ブラシが取れちゃったまま掃除してると、まあ、あちこちぶつかるってことですよね。という感じで見ていただいた通りですね。なんかね、可愛いんですよね。うちペット飼ってなくて、小さい頃から犬とか猫とかね、そういうものを飼ってなかったんです。まあせいぜい金魚ぐらいですかね。だからなんか部屋の中で動き回る姿がね、ちょっと心なしかね、ペットみたいで可愛いなって思ってるんですよね。あ、で、そうこのユーフィーなんでこれにしたのかっていうとですね、実は水拭きもできるんですよ。これ2つが備わっていたからもうこれにしようって思ったんですよね。だって水拭きもできて3万円以内ってすごいお買い得じゃないですか。で、実際やってみたんです。このモップアタッチメントみたいなのをつけるので、だから1回全部普通の掃除が終わって充電ステーションに戻ったら水をね、含んだこの雑巾みたいなのをパチってつけるんですけれども、それでね、またね、同じように始めてくれるんですよね。で、やっぱ真っ黒真っ黒黒で汚いな、うちって思ってね。で、水拭きってなかなかやりづらいじゃないですか。雑巾がけぐらいね、このなんかやろうって思いつつ、あ、今日もできなかったみたいな風になってるので、もうであれば毎日掃除機はかけて、できる時は水拭きをこの子にお願いすると。で、たまにはね、自分で隅々までやるときもあっていいんですけれども、この子をね、導入してから、本当にね、部屋の中がすごい綺麗なんですよね。だから都会で暮らしていると、気密性が高いとですね、やっぱりホコリって溜まりやすいですし、そういうのはどんどん綺麗にしていかないと、アレルギーの原因になったりもするので、すごくおすすめです。今日のお話としては、ロボット掃除機を導入しました。で、ちなみにポイントとしては3万円以内で買えたってこと。そして、空拭き、まあ普通の掃除と、そして水拭きができるっていうこと、この2点を備えているっていうのはね、非常に私の中ではもうコスパ最強だなと思ってます。皆さん家電買う時に、あ、失敗したな、違うやつにすればよかったっていうのだけはしたくないじゃないですか。で、私がそう考えるに、この私の買った同じモデルと一緒のものを買って、失敗したなと思うタイプの人は、家が広いっていうことですね。広い人、あと2階建てのお家とか、それと、あと、絨毯を敷いているとか、段差がこうあるっていうことですね。部屋の作りが複雑だったりとか、もう少し上位モデルにしてもいいのかなと。この子悪く言いたくないんですけど、そんなに賢く
くないかなって思ってるんですよね。同じところなんか行ったり来たりしたりとかするの で、うちは狭いしマンションなので2階とかないんですよ。だからこう1個のこのリビングが終わったら自分の部屋にこれをこのまま持ち込んでそこに放ってですね、よしここを掃除するんだみたいな感じでやってるので成り立ってるんですけれども、例えば共働きで家に帰ってきた時に綺麗になっていたいとかっていうのであればスペックの高いものにね、してもいいのかななんて思っております。生活変わりましたんで、まず床に物がねないっていう、すごいスッキリしてます。まあ、それを手に入れて、しかもいつでも床が綺麗、うん、ゴミも落ちてないし、髪の毛とかねやっぱり落ちてると気になるじゃないですか。でさらに水拭きも加えるとですね、本当にピカピカになるんですよね。ということで今日のお話はロボット掃除機導入しましたというお話でございました。はい、このチャンネルがためになったなとか応援したいなと思っていただけたら愛のあるいいねボタン、そしてもし買ったよっていう方ねいらっしゃいましたら、あと持ってるよって方いらっしゃいましたら、ぜひコメントでねロボット掃除機の会話をしましょうということでした。それではまたお会いしましょう。さよなら。